バモスイフットボールハレディアです。ということで本日はランキング500位のモサとマッチングしたのでやっていこうと思います。ハレディアの現在のガチスカは 4-3-3 のロングカウンターとなっております。コンセプトはディフェンシブをリュカエルなんですとビアに入れるオーソドックスな形で、お相手さんは442のロングですね。今442のショートカウンターが流行ってると思うんですけども、お互いロングということで、ロングもかなり強いというね、ことですので、早速ね、どういったところが強いかっていうのを解説しながらやっていければと思います。それでは試合へレッツゴー。皆さんね、やっぱショートカウンター強いっていうのを結構耳にして、ショートカウンター使われてる方非常に多いと思うんですけども、やっぱりロングからショートに変えるとなかなかね、うまくいかない部分があると思うので、ロングでもね、ショートのようにね、戦うことっていうのは可能なので、それを見せていこうと思います。で、結論から言うと、この1個上げがね、すごい大事かなと個人的には思ってます。で、1個上げすることによって基本的にプレスだったりとか、まあ、全体の位置っていうのがちょっと上がるので、まあ、ショートっぽくなるかなと思ってます。はい、ちょっとねビルドアップしていきましょう。で、ビルドアップでね、結構ハレディア意識してることは、あれですね、特に、センターバックでボールをね持たないようにしてます。結構最近の仕様だとハマってしまって、結構ねボールをね、持たれて、奪われてしまうことが多いので、まあ、ここら辺はねかなり、どちらかというとサイドバックだったりフォワードだったりすぐね渡すっていうことは、以前よりかなり意識してる点かなと思います。はい、ここでね奪われてしまって、ちょっとねなかなか解説する余裕がないかもしれませんが、やっていこうと思います。はい、ここもねしっかりと裏ケアができてなかったんですけど追いつくと、まあ、ここがねロングのかなりいいところかなと思ってます。やっぱりショートカウンターだと今のシーンでかなりラインが高くて、まあね、スルーパス出されたら追いつかないぐらいのラインになってしまうので、まあ、ここがね一番、まあ、ロングの特徴かなと思ってます。はい、で今のもねしっかりとラインを上げて圧縮して取ると、まあ、相手がね蹴れないタイミングでラインを上げるっていうのは大事かなと思ってます。カットインしていったレオメッシー、ナイス。ということで、スーパーキャンセルっていうのは今の環境すごい強いかなと思ってます。やはりマッチアップの反応っていうのがすごく良くなってるので、逆にそれをね生かしてマッチアップを発動させて足を出させて、そのタイミングでスーパーキャンセルをして抜けていく、まあ、これはかなりね有効かなと思ってますね。で、斜めを匂わせといて縦パスと惜しいですね。ここもね1点取ってるのでしっかりと守っていきましょう。はい、でこう丸パスつけてって、ちょっと出すとこないんで下げると、で迷ったら、クリアですね。クリアして繋いでいくと、まあ、このクリアはね正直、かなり大事かなと思ってます。やはり、地上でね繋いでいくのはかなり限界がね今の仕様あると思うので、この辺はねしっかりと、浮き球も使っていきましょう。 BL 強いですね。ただここ取って惜しい。これね先場出たくないね。惜しい。お相手さんしたらかなり惜しいシーンでしたね。ただ今のは、しっかりとね、まあ、ラインっていうのは見えていたので、まあ、少しオフサイドなっていうのは思いながら出しておりました。はい、でここね、レオンで前に入って落とすと惜しい。ここはピールロ取ってメッシ、リベリ特殊で外せない。これ冨安でコースを切れないですね。まあ、ここ一旦クリアしましょう。まあ、こういう風にね、ゴール前取った後にすごくねつなぎたい、気持ち皆さんあると思うんですけれども、やはり今の環境っていうのはプレスがね、まあ、ショートでもロングでも基本的に速いので、こういったところはねしっかりと、蹴っていくようにしましょう。これレアオンかな。で、蹴った瞬間にしっかりとね、カーソル変えて、スーパーキャンセルで入ってあげると。まあ、こういうことによってね、競り勝てますね。そして、これはね、いっていいっすね。シューキャンですね。この方はかなり、この今の仕様を掴んでますね。このシューキャンがね、かなり強いので、ここはね、自分も使っていければと思います。さあ、メッシで取り返す。あ、惜しい。ここね、逆に返させたくないですね。逆に返させない。まあ、こういうね、意識してることをね、ここに出しながらやるのも一ついいかなと思います。惜しいですね。お橋さんかなり上手いので、ここはなかなかドリブルで抜けていくのは難しいんですが、頑張っていきましょう。
ここもね迷ったらクリアすると、はい、でこれ回収してスルーパス取るかな、欲しい。ここもねしっかり取って、ここはねチャンスですね。リベリーが上がってって左サイドでレオンと、3対2のシーンができているので、ここをねすぐに真ん中行かずにその数的優位を使って攻めていくと惜しいですね。ここはねスライドしましょう。でここもねすぐ振り向かない、一回ね後ろにドリブル運んであげてから行くのがいいかなと思います。今のはやらかしましたね。まあ、このビルドアップは非常に良くなかったかなと思います。今のね、環境を荒らすような失点だったかなと思うので、今のは皆さん気をつけましょう。はい、キラマで返し、はい、で奪って早くつけたい、惜しいですね。ここでインターセプト取って、わそこじゃないな、ちょっとそこじゃないが多発してるんでこの試合は注意しましょう。はい、で取ってで、これメッシいけるな。プレス、ハイプレスで。これでビエラで取り切りたい。ナイス。で、ライオンで取って、逆サイドが見えてる。メッシ惜しいですね。さあ、ここ、葵さんは蹴ってくるけど、スーパーキャンセルで入ると。かなりプレスが早い試合なんでなかなかきついですけど頑張りましょう。でこれ浮き球使ってリベリーが抜けてるんで、あえて違うとこ使ってからリベリーも惜しい。ここラストプレスね、しのぎたいところ。まあラストね結構多分放り込んでくると思うんで、しっかりとねクリアするってことは意識しようかなと思います。足元の可能性もあるんで、これはもう外でいいですね。OK! ということで、前半1対1。まあね、ちょっともったいない失点してしまったので、やっぱああいうところはね、キーパーに下げるのがいいかなと思います。で、大橋さん、やっぱり、洗う方をね、右に置いてるので、レオンのところの高さっていうのはなかなか活かせないので、まあ、ここはちょっと早めに、ネイマールに変えて、ドリブルしていこうかなと思います。まあ、こういうところね、早い判断っていうのはすごい大事かなと思います。で、後半はここのねネイマールのところから起点に攻めていければと思います。リベリー通るかな、あ通んない、惜しいですね。さあここさあスーパーキャンセル前に入って取ると、当てて落として、いやーちょっとね今のはクリア入力が入ってしまったと。まあこういうミスもねできるだけなくしていきたいですが、まあこういうのはしょうがないので切り替えていきましょう。マニュアルキーパーで止めると、さあここ冨安で、ラインを蹴る前に上げると、ここリベリーに通したらチャンス。さあピルロ、ここはシュート打ち切りましょう。ナイスということでね、まあ最近ね重要にしてることは、まあ、かなり横パスのシュートっていうのもマッチアップ強くて取られてしまうので、しっかりと打ち切るっていうのは意識します。まあね前半の失点シーンみたいなああいう失点をちょっとしないようにね意識していきたいなと思います。まあ、こうやってね蹴ってくるおじさん結構増えてるイメージあるので、ここは気をつけたいですね。斜めに弱すといて足元に入れると、ナイスカットでピルロ、ネイマールのドリブルで剥がしたいけどうまくいかないと、
いやー、もったいない。じゃ、ここら辺もね、なんか差違わない。危ない。ナイス。ここら辺もね、しっかりと蹴っていきましょう。で、ちょっとね、交代していきたいなと思います。スーパーキャンセルで、あ、これはチャンスですね。リベリー、強いパスをさせないかな。メッシ、うわー、そこめちゃめちゃいいところ。ナイス、いい風陣地。ここもね、シンプルに蹴りましょう。はい、大石さんね、週刊知ってるので、まあ、こういうところはね、やらせないようにしましょう。蹴りましょう。もう本当にね、蹴る展開がね、今の仕様だと増えてしまうかなっていう印象ですね。あ、うまくね、ここで入れたので、取れて、うん。取れないですね。ここで当て、なぜかサーチがいかないと。ここもすぐカーソル変えて、ここもね、ライン上げて、相手がね、蹴れないタイミングでラインっていうのはしっかり上げるのは大事かなと思います。ナイス、危ない。ちょっとファールになりそうで、ちょ、交代早くしたいところですが、クリアして、ハネイマール、取んないですね。ハネイマール、いや、やっと相手のターンがね、終わりましたね。本当にやっぱね、今でかい選手を前に置いていかないと、こういう感じで強い人と当たるときつい展開になっちゃうので、まあ1枚でかい選手置いていくっていうのは1個ありかもしれないですね。はい、ということで、後半からはクライフが調子いいので入れて、で、ロボツカをね、紹介しました。ちなみにこんな感じです。無料のね、指名契約でもらった選手なので、これ、ちょっと今、厳しい展開なので活躍してほしいなと思ってます。はい。で、ここはね、シンプルにロングスローをちょっと放り込みましょう。はい。で、ここでね、ここで蹴らせて、回収ができるか。ナイス回収。丸パスでつける。ネイマで逃げる。いいですね。逃げて。前入りたい。うわー、後ろから取られるか。さあ、ここはプレスバックで取れるかな。ナイス。いやー、ちょっと今のは良くないビルドアップだったな。危ない！ナイスキーパー！もう本当にね、こういうね、ビルドアップをね、皆さんやらないように。やらないようにって思ってても、今のプレス早すぎて取られちゃうんで、もう、つなげそうでも、四角ボタンでもいいかなってぐらいですね。特にこうやってレベルが上がってくると、本当に出すとこなくなっちゃうんで、まあ、それがいいかなと思います。さあ、コーナーキックラスト守っていきましょう。ここはね、2-1で挟めそうなんで、クリアしましょう。よっしゃーってことで、厳しい展開でしたが、なんとか勝ちました。もう特にね、今のいいフットボールをね、かなり象徴するかのような試合だったかなと思います。やっぱりこう、ビルドアップミスをね、いかにしないかっていうところになってきますよね。まあ、このゴールのシーンは、まあ非常にいいシーンだったかなと思います。しっかりと、ライン間に入ったメッシに出して、カットインして、スーパーキャンセル使いながら入っていってシュートですね。まあ、こういったところ、やっぱり、今の仕様っていうのはなかなかね、崩すのが難しいので、シュート打てるタイミングでね、
ガンガン打っていくのがいいかなと思います。やっぱりゴール前で横パスしてシュートっていうのが基本的には一番いいんですけれども、まあ、こういうミドルレンジもね、どんどん打っていきましょう。まあね、入んなくてもやっぱりこう相手のねビルドアップミスを作ってこともできるのでいいかなと思います。ここはねミスってしまいましたね。まあ、イメージ的にはもうちょいね強いパスというか早めに出そうと思ったんですけど、アラウホやっぱりねもたついてしまうので、ああいうところはねもうクリアでいいかなと思います。でここもね、レオンからメッシに出して同じようにねカットインするような感じで今回打ったんですけど止められてしまうと、まあ、ここら辺もしかしたらね最初の点みたいに普通のねシュート打つのもいいかなと思います。でここはね横パス刺してちょんちょんとつないでスーパーキャンセルメッシ寄ってってピルロでシュートと、これもね最後やっぱり横パスね読んでくるおじさん結構多いと思うので、こういうところはね積極的に打ってっていいかなと思います。まあ、特にファーに打てば、今で言うとねこのムバッペとネイマールまで詰めてるので、まあ、こういうところも計算してねいいかなと思います。まあ、ここら辺もね少しもたついてしまうとすぐねハイペースで取られてしまうのでかなりね注意ですよね。こういったところを意識して、そうですね、まあ、ビルドアップのところっていうのは、まあ、無理につながないっていうところを特に意識するとかなりね、今の勝率っていうのは上がるかなと思いますし、まあ、ショートカウンターね苦手な方っていうのはロングカウンターにすることによって、まあ、裏のケアとかはねそこまでしなくても守ってくれるのでいいかなと思います。ということでこのねロングカウンターも結構強いよっていうのと、あとはですねしっかりとねつなぐところっていうのは大事になってくるんですけれども、まあ、つながないところっていうのもね必要になってくるので、そういったところの見極め、このね2点っていうのをしっかりこの動画で覚えてほしいなと思います。ちなみに今の順位は249位の1963 40勝の4分け189%ですね。ちなみに今のお相手さんはめちゃめちゃ強い方で、最高が904の548ですね。めちゃんこ強い方になんとかね勝てたんで良かったですが、まあ、失点してしまったね、ところっていうのは反省してビルドアップっていうのは改善していこうと思います。ということで本日の動画いかがでしょうか。チャンネル登録高評価のまだの方はぜひよろしくお願いいたします。ということでね4月から LD という、プロチームに所属しまして、まあ、EJ リーグもねセレッソ大阪代表になりましたし、まあ、今後もね、世界大会の最終予選等もあるので、まあ、この大会っていうところも頑張りつつ、まあ、動画もね投稿していこうと思うのでぜひよかったら見てください。ということで本日の動画以上になります。バボスイフットボール。